はい、ポットレイトロケーションです。今日はですね、電車事故プロフェッショナルズやっていきたいと思います。今日はですね、今日の収録が2021年11月16日火曜日0時20分ですね。37分発はそんな早い時間にはしてない。213キロ岡山行き、総プレイ時間は約41分と書いてます。結構通過駅があるのかな、まあ、結構長い、ね、まあこういう感じです。まもなく岡山列車が参ります。危険ですから発線の内側にお下がりください。特にヤフーのニュースもね、菅田将暉さんが結婚って出てますね。菅田将暉ロスあるかもしれないですね、まあ、あると思いますよ。結婚ラッシュ、オールナイトニッポン結婚ラッシュ、そうなんだ。あ、オールナイトニッポンで結婚発表するっていう、そういう人が多いのか。20駅ご指名運転、出発進行、高松、発車。制限110番、1240m で制限110。これ難易度3段からの隠しボーナスもらえるのかな。さんだともらえないとかって、高浜鉄道さんが言えましたけど、どんな感じなんでしょう。マリンライナー2号岡山行きです。停車駅は東、橋岡、北部、鴨川、高井で、何キロくらい出すか言ったら、上松、茶屋町、早島、江戸、2010キロでいいかな。大本、終点岡山です。携帯電話は周りのお客様のご迷惑となります。第6ペース進行。下に低通狙いで、ね、減速したりすると後々めんどくさい。第5ペース進行。第4ペース進行。制限110。第3ペース進行、制限解除。いいかな、分かんない、多分70キロぐらいでいいのか。ダメか、80キロぐらい。第2ペース進行。あ、ここしけてくれました。第1ペース進行。
15秒。まあこの調子でいけば大丈夫でしょう。4321。木梨停車定着。おお、グレート、グレート取りました。51秒だね。あ、次も停車だね。トリネ電気出発進行、木梨発車。橋岡も特になしだね。速度制限なし。でプロフェッショナル2に1週間ぶりじゃないかな。ファイナルやってたしな。ウィーの新幹線もやってたからね。でもウィーの新幹線もな、またウィーの新幹線やるったらさ、線つなぎ直さなきゃいけない、ね、ウィーの本体に割り出してきてなきゃいけない。そんな面倒くさい。初代プレステの機械本体立ち上げてないからね。第一閉塞進行。まだトリキャスもまだ立ち上げてない。ありがとうございました。まもなく秋岡です。お忘れ物場内進行、秋岡停車 AC1 共通。停車定着。7秒ももらえた。 OK。 あ、次国分も停車なの。出発進行、橋岡発車。橋岡ってね、なんかジャイアンツに立岡って選手がいましたっけ。足速い選手でね、ソフトバンクに行ったんですけどね。トレードでジャイアンツ行ったのか。足速くてね、打ってたしね、打てるしね。一時期スタメン、当たり前にスタメン出した時もあったんだけど、またなんか2軍行ったり。ジャイアンツの場合3分制引いてるから、ね、2分行ったり3分行ったりっていうのがあるんですけどね。ジャイアンツの3分なんて着替えるところも全然ね、部屋がないって言ってました、ね、どこで着替えるなんていうのか、そんなのバスって思いましたよ、ね、まあ、それが嫌だな。二軍に暴れる。進行、国分停車、停止位置共通。二軍が得なら一軍に暴れる、まあ、そういうハングリー精神もね。待遇のいい環境で野球を見たときは上に上がるっていう意味でね、あえてそうしてるのかもしれないですもんね。停車定着。国分。次は通過が。はじめ点、はい、
北部発車。カモが止まるんだ。停車定着。ちょっと7秒。ちょっと時間残ったな。厳しい。まあこれね、通常版のプロフェッショナル2だからさ、どこで無理なのかわかんないんだよね。途中出発進行、鴨川発車。そこまで、だからベスト版でやった方がいいんだっけ。
境で停車定着。境で、おお、境で来ましたね。次は小島。小島出発、出発進行、境で発車。あ、ここ長い。瀬戸大橋通過のとこか。制限70があるんだ。制限解除。6975m、制限70、7365m、進行。
票もらいました。第4計測進行。第3計測進行。電車ってなんで止まってんの？時間調整ですね。時間調整ちょっと止まっています。あと10まあまあまっすぐ進んでいけば全然余裕でしょう。停車、定着しました。この先よろしくお願いします。了解いたしました。いいですね。あともう少し運転免許何はここからどこで上野町小島へ出発進行。小島発車。停車してあと全部各駅かな。そんなことはないよ。次は上野町です。停止位置3。あと10。上野町停車定着。10秒くれ。あ結構次君。あまた停車だ。指名線出発進行。上野町発車。全部止まんの？しかしこれね。各駅停車。
計測進行。場内進行、キミ停車停止位置6。停車定着、まあ、どうしてもやっぱり1秒遅れちゃう。まあでも持ち時間の数字きれいに123の123秒だ。ああ上松、まあやっぱ各駅止まる。はじめ天出発進行、キミ発車。定着。2秒遅れたか。はい。ああ、ちゃんと一個ずつ止まっていく感じだ。初め点出発進行、上松発車。で次、気球はなんか140メートル、茶屋町ホーム直前で警笛を鳴らす。停車定着。13秒もらえてる。
あ、ホーム直前で警笛鳴らすの忘れてた。あ、次早いまで。次で10、出発進行、茶屋町、発車。制限60、制限解除。次は早島です。停車4秒延着。あ、4秒延着。4秒遅れちゃった。次、せのか。次で10、出発進行、綾島発車。制限50っていうの。制限50。次はゼロです。制限解除。
瀬野停車定着17秒もらえてます。200秒いくかな。あ、備前西市止まる。出発進行、瀬野発車。停車定着。まあこれもそんなに心配しなくてもいいのかな。難しいダイヤじゃないので。出発進行、備前西市発車。もう元も止まって終点岡山か。制限解除。いや、眠いですね。まあ、寝たいとき寝るのが一番いいんですけどね。せっかくここまで来ちゃったから、もう終盤、ゴールの一歩手前ですから。諦めるにはもったいない。停車定着。ちょっと早かった。2秒早かったのかな今。終点の岡山。点出発進行大本発車。890m で制限60R。眠り運転しそうだね。それぐらい眠いね。寝たい時にスッと寝た方がいいんだよね。
鉄が熱いうちに売ってじゃないけど、すぐ寝た方がいいね。置いときゃ。第一計測進行。制限60。停車定着5分と18秒もう終わりました。選挙感想ということでね、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
電車でゴー！プロフェッショナル2。